はようございます。今いるところですね、こちら直竹川の下流にいますね。ちょっと見えづらいですが、右から直竹川が流れ出てきて、そしてこれは成木川ですね。成木川と直竹川が合流しているところですね。そしてこの成木川、こちらに行くと入間川につながっていますね。入間川水系の川となります。ここが直竹川の最下流になりますね。そして直竹川は大仁田山から流れ出てるんですね。なのでこの川を遡って大仁田山方面に歩いていきたいと思います。川をたどって山に登るっていう感じでしょうか。それでは行ってみたいと思います。直竹川ですね。ちょうど埼玉県飯能市と東京都青梅市の境になりますね。こちらがこれが直竹川ですね。ちょうどさっきいたところがここから50メートルぐらい先のところが成木川との合流点ですね。それではこの川を遡って歩いていきたいと思います。でもその前に近くにある秋葉神社ちょっと訪ねてみたいと思います。こちらが秋葉神社入り口ですね。こちらには享保の方針塔とあと元禄11年に作られた三元三つの猿が彫られた山王様がいらっしゃるそうなので見てから行きたいと思います。おこちらですかね。享保の方針塔、そして元禄11年三円が彫られた三能様、三円、ああ三円、こちら享保なのかな。あ、元禄11年って書いてありますね。これが方針塔のようですね。あ、三円わかりますか。三円猿ですね。後進の進の字が猿だからよく三円が掘られてるような話もあるみたいですね。こちらが三王様ですかね。次は宝光寺に行ってみたいと思います。宝光寺は奥多摩88箇所の弘法大師の石像があるそうなのでせっかくなんで行ってみたいと思います。こちらが宝光寺さんですね。お邪魔します。どこにあるんだろう。奥多摩88箇所の弘法大師の石像があるみたいなんですけど、どこにあるのかちょっとわかんないな。こういうお堂の中に石像ってあるんですかね。見たかったけど今回は残念ということで次に進んでいきます。次は安楽寺に向かっていきます。ここは仁王門と大杉が有名みたいですよね。こちら側が直竹川の上流方面ですね。その前に安楽寺行きます。目の前に安楽寺見えてきました。これが仁王門ですね。あーすごいな。いつの時代のなんだろう。なんかすごいですね。なんか歴史を感じますね。安楽寺仁王門です。確か大本堂の横に大杉があるということで、こちら大本堂ですね。これも立派だな。大杉これか。これ杉じゃないな。大杉これかな。これですか。立派ではありますね。なんか違うような気がするな。こちらの鯉の泳いでる池の横にあるこの杉も立派だな。大杉どれだろう。わかんないですが、こちらは大杉で有名な安楽寺さん。お、亀も浮いてますね。こんにちは。
安楽寺の後は八坂神社、こちらも有名みたいなんで、川を遡りながら八坂神社向かっていきたいと思います。ここから少し山の方歩いていく感じだと思います。また舗装路に出るとは思いますが、八坂神社にある扁額は山岡鉄舟が書いたものらしいんで、それもかなり有名みたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。今日は前半は山というよりは結構舗装路歩きながら行く感じですが、川をメインに歩いていくので、まあそんな感じになりますが、たまにはこういう旅も面白いなぁと思いますね。また舗装路に出ました。八坂神社はもうすぐだと思うんですけど、どこだ、こちらですかね。八坂神社鳥居があります。こちらの鳥居入る前に、この八坂神社の鳥居の横は八坂橋といって、直竹川が流れているんですね。まあ涼しいな。それでは八坂神社入らせていただきます。おお、あそこにあるのは扁額じゃないですか、あれ。どれどれ、これが扁額ですね。こちら山岡鉄舟が書かれた扁額となります。おお、すごい。次は直竹川の上流方向に向かって徳蔵寺ですね。こちら広い竹林と景色もいいらしいんで楽しみです。直竹川の脇を歩きながら上流に向かいます。この辺の直竹川は流れもあってなんか雰囲気もいいですね。どうやらここを右に入ると徳蔵寺みたいですね。徳蔵寺東参道、徳蔵寺着きました。この扁額もいいな。あちらに大きな鐘つき堂がありますが、今日は可愛い鐘つき堂を見つけたので、こちらの鐘つき堂をつかせていただきます。えい。お寺の裏には竹林がすごい。おお、直竹川っていうのはまっすぐな竹がやっぱいっぱいあるということで、そういう川の名前になったんですかね。確かに景色もいいですね。次は堂の前観音堂というちっちゃいお堂があるんですね。ちょっと分かりづらいようなんですが、ちょっと歴史的に興味深いんで寄ってみたいと思います。ここが堂の前観音堂かな、観音様か。あ、これか。堂の前観音堂は畠山重忠が鎌倉に行くときに原市場山王峠を経由してここで休憩したそうです。直竹川沿い登っていきます。今までは旧道を歩いてきたんですが、ここ高千穂橋で県道に出ます。今度は県道沿いを上がっていく形です。もう少し歩くと次の見どころ、時計台と庚申塔、これも結構歴史があるものらしいんで楽しみです。見えますかね、前の道、左にそれる道があるんですけど、そのそれるところの真ん中に時計台がありますね。おお、見えてきた、時計がある。おお、こちらが時計台みたいですね。時計はシチズンと書いてあるんで現代の時計みたいですが、この竿は昔のらしいんですよね。見えますかね、右は山王峠の原市場村根の山秩父方面、左が下直竹成木村青梅町方面、かなり昔のものらしいですよね。逆側は上直竹高水山方面、次は弁天橋っていう橋を越えるんですけど、そこに昔からある弁天様が祀ってあるみたいなんですね。
だから弁天橋って名前がついたんでしょうね。その石台には安永5年と書いてあるらしいんで、かなり古いものですね。この下には直竹川が流れてます。この直竹川は大仁田山につながっています。どうやらここにあるこの地味めな橋、弁天橋ですね、書いてあります。弁天橋ですね。弁天様がどこにあるかちょっとわかんないな。ん？弁天様わかんないな、これ。え？どこにあるの？わかんないな。あ、あった。多分これだ。ありました。この橋の上流側にちょっと丘みたいになってて。ああ、これ弁天様ですね。安永5年。わかりますか？安永5、なんとか。おー、すごい古いやつなんだ、これ。いやー、身近にもこういう歴史的なものが残ってて、そこを歩けるなんて幸せですね。楽しいわ。次行こう。次は富士浅間神社に行きたいと思います。奥の社殿にタブの木、なんと樹齢700年、タブの木、何ですかタブって、よくわかんないですけど、タブの木あるらしいんで、700歳、すごいです。で、このタブの木が温暖地にしか生えないみたいなんですね。こちらの富士浅間神社にあるタブの木が日本でのなんと北限みたいなんですよ。北限のタブの木樹齢700年、見れるなんて楽しみだよね。樹齢700年ってことは何年ですか？1320年。1320年っていつですか？南北朝？鎌倉？すごい歴史見てきてるんだろうな、タブの木。おそらくここが富士浅間神社入り口ですね。ああ、ありますね、地図。奥の院のここから見ると右の方、天然記念物タブの木あるんですね、きっと。うわー、行こう行こう。この辺りはなんか雰囲気も違って少し涼しげなんですよね。この苔むした階段もなんか趣ありますね。まずお参りしてからタブの木は探しましょう。こちらには滝がありますね。で、タブの木は、あ、こっちに道が続いてるな。タブの木はここを登ってくんですかね。山ですね、ここは。奥の院天然記念物タブの木登山口。登山なんだ。皆さん、富士浅間神社でタブの木見たい方はそれなりに山を歩くと思ってた方がいいですね。普通に山を歩くみたいですね。これはある程度運動靴的なものを履いてこないとタブの木見れないですね。あれ、旧拝殿跡地、タブの木もっと上なんだ。すごいな、タブの木遠いな。普通に15分ぐらい山道登ってようやく奥の宮着きましたね。タブの木はまだのようです。疲れた。奥の院は万の富士山という山の山頂ですね。それじゃあタブの木見に行きたいと思います。タブの木までの道が結構険しいですね。そして滝の入りタブの木天然記念物来ました。この後ろにあります。これ一度離れないと、近くに来すぎて分かんなかったですね、これ。こんぐらい離れた方がいいんじゃないかな。こちら。これでもまだ近いですね。こちら、樹齢700年。タブの木です。おー。いやー、
どんな歴史を見てきたんでしょう。長湯したいんですが、蚊が多くて、そろそろおいとまさせてもらいます。先ほども言いましたが、天然記念物樹齢700年、タブの木を見に来たい方は山登りだと思ってお越しになった方がいいと思います。険しいです。いやー、山門の入り口まで戻ってきました。普通に下山してきましたって言ってもいいですね。さて次はですね、左に直竹川を見ながら石灰焼き場と行ってみたいと思います。直竹川素敵ですね。次は石灰焼き場跡なんですけど、この辺じゃないのかな、ちょっとわかんないな。あ、すいません、なんか、ね、はい、あ、はい、はい、あ、そうですか、わかりました。じゃあちょっと自分で探します。お手数かけちゃう。あ、そう、すいません。江戸城に、途中穀物が取れないので、はい、年貢みたいな感じで、はい、石灰を、あ、そこの、はい、はい、そこのところなので、はい、うん、あ、ここ渡るんですね。あ、ここ、はい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 、大丈夫です。あ、大丈夫です。はい。話したものはないと思う。あ、いえいえいえ。はい。ありがとうございました。わざわざお手数かけました。失礼します。どうも。ああ、ありました。石灰焼き場跡。そうですね。江戸城に、いや、日光東照宮の造営などにあたって多くの資材が必要となるとのことで、まあ、送られてたみたいですね。ここですね。この中、ここは鍵がかかってるみたいですね。中には入れないようですが、当時の風景を想像しながら火を見つめるのもいいのではないでしょうか。すいません、さっきはどうもありがとうございました。 おかげで見れました。はい、はい、中にはちょっと入れなかったんですけど、はい、はい、ありました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。さっきの石灰焼き場跡は戦国末期から明治まで石灰の生産してたようですね。いや、聞かなかったら分からなかったです。ありがとうございます。次に向かうのは黒指バス停の脇にある森青ガエル生息地。まあ、この直竹川の上流の方には森青ガエルが生息してるみたいなんですよね。それほど自然豊かってことなんでしょうね。その生息地の看板探して、森青ガエルも探してみますか。森青ガエルっていつぐらいに見れるもんなんだろう。オタマジャクシかな。この区間にこの綺麗なトイレはありがたいです。助かります。ここがこの路線の最終バス停のようですね。間の黒指でいいんですかね。なんか味があるバス停ですね。モリアオガエル生息の碑があるみたいなんですけど、どこなんだろう。はい、はい、今年抜いてないと。ああ、じゃあ時期的にはいつぐらいなんですか。ああ、そうだ。あ、どうも。森青ガエルは、はい、もうほとんどのうちのところの庭に入っちゃってるんですよね。はい、ああ、じゃあ簡単に見れるものなんですか。そうですね。はい、まあ、うちに来ないでっていう人もいるかもしれないし。おお。6月の梅雨がもう入るか入らないかぐらいの時からもう鳴き出しますから、はい、じゃあこの時期は今オタマジャクシなんですかね。オタマジャクシっていうのはまた、はい、違うカエルが早く、あ、また違うんですか。この
川のこういうところにもオタマジャクシがいっぱいあっていますから、ええ、それはヒキガエルとか、ああそういうやつね、白い綿みたいな泡みたいな、知ってるんでしょ、それは分かんない、あそれ卵なんですか、卵です、はいはい、ええ、モリアガエルは川とかの大きいのには入らないで、山とか、水溜めとかね、そういうところにこう、ポンポンっているんですよね。だからなかなか、簡単には見れないっていうのは。じゃあお父さんも毎年見られるわけじゃないですか？いや、もうないときはないですよ。何件かありますから、ちょうど誰かいたら、じゃあちょっと話をしてもらえば、一番いいです。わかりました。失礼しました。ちょっと。聞けるような方がいらっしゃらないので、モリアオガエルはまた今度ということで諦めたいと思います。それでは山道のようですね。ここからはここから山に入っていきます。大仁田山に行く前に少し右にそれて愛宕山寄っていきたいと思います。大仁田山はこちらですが、その前に愛宕山に寄りたいんでこっちに進んでいきます。ここに愛宕山ってありますけど、愛宕山登り口、愛宕山ここ登んないといけないんですね。じゃあ登っていきましょう。さっきのところから5分ぐらいですね。愛宕山到着です。愛宕山です。ちょっと休憩します。ベンチがあって助かりました。それでは愛宕山出発して大仁田山向かいます。よし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 、イボトリ地蔵さんなんですねここは。それではここから大仁田山目指していきます。ここから大仁田山取り付くんですね。右に行くと大仁田山です。それでは張り切って行ってみましょう。105キロのトレイルの印としてはここが大仁田山の地点なんですね。山頂はここのさらに上みたいですね。行ってみます。大仁田山到着です。505メートル。今日のお昼ご飯はチキンラーメンミニ。いや眺めもいいですね。お湯沸くのも待つのもこれだと苦じゃないですね。マウント大仁田、おそらく直竹川はこの辺りから始まってるんですね。そして沢を下って朝歩き始めたあの位置まで流れていくわけですね。それが入間川へと流れていく、すごいですね。ご飯も食べたので大仁田山下山していきたいと思います。お世話になりました。それでは帰りは成木の尾根を歩いていきたいと思います。それではここ安楽寺成木尾根の方ですね、小沢峠の方に向かうと坊之浦の方に行けるようですね。丸屋の頂、南駒最高地点みたいですね。ここは水口峠ですね。それでは安楽寺に帰ります。富谷刷毛450メートルですね。今日は直竹川をテーマに大仁田山まで登りましたが、こういう山登りも楽しいですね。いつもより舗装路歩きは多くなったんですが、直竹川が上流に行くに従って徐々にこう自然度が増す感じが肌で感じ取れてとっても楽しかったです。ちょっと分かりづらくて地元の方にいろいろ聞きながら教えてもらいながら歩いたんですが、こういう山登りもいいんじゃないでしょうか。あと今日石灰焼き場跡まで案内してくれたお母さん、そしてモリアオガエルのお父さん、本当にありがとうございました。お父さんも毎年見てるって言ってたんで、そこまで
見ることは難しくないのかもしれませんね。それでは朝に行った安楽寺までこの尾根は続いているはずなので、安楽寺目指して歩いていきたいと思います。よいしょ。おお、成木尾根は基本的には歩きやすいところが多いですが、多少荒れてるところもあって、あと長いですね。舗装路を上がってきた分を全部山で戻るので、まあ長いのは当たり前か。結構大変です。ゴルフ場の脇を通るんですね。いやー、降りてきましたね。成木尾根ですね。成木尾根は長かったな。帰りも安楽寺来たんですが、石像どこにあるんだろう。見たかったな。ぷかー、直竹川の最下流帰ってきました。この先で成木川と合流します。最後までご視聴いただきありがとうございます。